吉谷さんメッセージありがとうございます。今回の動画はですね、情報商材のプロが教える情報商材の買い方というタイトルの続きですよ。吉谷さんがちょっと言いかけましたよね。あのね、ここがね、多分ね、多,ね多くの人と違うところなんですよ、うん。これ私もね、よく認識してます。吉谷さんが情報商材の買い方とか言って本をどっさりとね、 あのタイトル読んだじゃないですかあれね40分50分ぐらいの動画だったでしょであの動画を見た最初の5分ぐらいで動画を止めて私は古本屋にすぐ行ったんですよズバッとねでその後で買ってきた後であの動画撮りましたでこれができる人は多分私だけなんですよこれをやる人がねあしまった吉田さんが本いっぱい買ってる負けるかみたいな感じで買いに行くんですよでだって ぼーっとしてたら吉谷さんは本三十冊分賢くなって本三十冊分アウトプットしちゃうでしょで私差がついて負けちゃうじゃないですかだからああいう姿を見たらあ負けるかみたいな感じでね買いに行くわけですよで買いに行ったプラスこれだったら相対速度で一緒だからちょっとプラスアルファはもっとねえ別のものを仕入れようかなって感じでまだねまだ通販でパシパシポチっとアマゾンで 買ったりしてるわけなんですよ。メルカリで買ってるわけなんですよ。それがね、これから1週間、合計30冊プラス70で100冊届くことになってます。まあ、本100冊っていうと、大体1冊がね、250ページから300ページなんで、100冊になると3万ページぐらいですよね。3万ページだったらちょろいですからね。あの10万ページだったらちょっと私もね、1日、えー、心落ち着けて読まないといけないんですけど、3万ページの読破だったら全然そんなことないですよね。で、 うーん3万ページにプラスしてアウトプットをしようと思うと結構ね腰を据えないといけないんですけどもこれによって私はねもう当面ですよ数ヶ月分の情報ネタってのを得たわけなんで一つの本からねいろんな切り口からトークすればもう無数にネタって生まれるんですよねこれがだから あのー、もう情報商材の作り方だと思います私はこうやってね情報商材っていうものをもうすでに価格をつけずに無料でどんどん出していますけども人によってはねそこに価格をつけても全然売れていくんですよ、えー、例えばね YouTube で喋ってるネタってある本を読んでそのレビューを喋ってる可能性があるんですよでその本の解釈を喋ることによってこの人いいこと言ってるのは面白く本を紹介するなってことで信用が生まれて将来的に販売ができるアフィリートがかけれるっていう道ができるんですよ でそういうことを考えると自分が脳に刻まれた経験とか学習っていうのはここで止めてると何にも価値を生まないんですよ。やっぱりね知識っていうのは自分が得たもの知恵っていうのは人に伝えたものなんですよ。そう知恵があるかどうかっていうのが今の時代すごくね情報発信とか人間関係とか差を作るんですよ。自分が得た知識知識識ををその あの誰にシェアしたか何人ぐらいの人にどれだけの量をシェアしたか何人の人にねシェアできたかっていうのが知恵になるわけですよ知識止まりだと何にも始まりません知恵にしていかないとそこでですね私はサムネイルタイトルでもありましたけどもこのね、えー、5つの概念を皆さんに伝えて今回の動画を終わろうと思います1つ5段階にレベルがあると情報革命が起きてから5段階のレベルが明確になった1つはね知るってことです 何を知るべきか何を知らないのかってことを知るってことですね次はその知ったことをちゃんと使えるか理解しているかどうかってことですよねで3つ理解できたことをやっていってるかどうかってことですそして4つ目はできているってことですこれ3つ目のやっていると5つ目のあえっと3つ目のやっていると4つ目のできているっていうのは似てるんですけども違うんですよやっているっていうのは、うん、結果にとらわれずにやってるってことです結果がいい悪いもあるんだけどもとりあえずやっているってこと4つ目はできている、うん、うまくいってるってことなんですよ うん、こうなるともうプロフェッショナルの域ですね。そして5番目、最後のポジションになりますけども、これはですね、教えているかどうかってことなんですよ。だからここに来るためには、インプットしたものを、やっぱりね、伝えていくっていう風なね、伝える力が必要になってきます。その伝える行動を繰り返すことによって媒体ができて、媒体ができたらそこに信用が生まれて、信用が生まれるからビジネスが成立するんですよ。多くの方は媒体を作ろうともしていない。 で、媒体がないから商品いっぱい作っても売るところがないんですよ。ネットワークビジネスですごくいい案件を知っても媒体がないから知らせる人がいないんでそこで終わってしまうんですよ。で多くの人がねこの媒体を作ること人に伝えることで諦めてるんですよ。でそういうふうにならないように私は YouTube でとりあえずいっぱい発信して伝えることに慣れていっていただきたいなと思います。えそして先日ね紹介させていただいた高級石焼芋さんの例でもありますようにずーっと情報を発信すればブレイクするものもあるんですよ。 あとは頭を使って、どれが一番ブレイクするかなってことを考えていって、サムネイル、動画のネタ、喋りを入れるのかどうなのか、テロップを入れるのかどうなのか、タイトルをどうするのかっていうふうな知恵というスパイスを少しずつ少しずつかけていくことによって、えー、成功する発信の仕方に近づいていくんじゃないかなと思います。皆さんも参考にしてみてください。そして繰り返し言いますけども、吉田さんの,あのね、本をどっさりと買ってきた動画を見て、すぐに本屋に行けるかどうかなんですよ。いや、もう一日経ってるでしょ。今日でも本屋行った方がいいですよ。 いや明日でもいいんで言った方がいいんですででったがすも多くの方はこのまま1ヶ月経っても1年経っても本を30冊50冊まとめて買うってことをせずに人生が終わるんではないかなと思いますそうなったら一体ねどこから情報や知恵を得てるんだってことになっちゃいますよねこれでは何の差もつきませんもっともっと積極的に貪欲にあの古い情報でもいいんでガサッと取ってこないとね私の紹介した本って全部古かったでしょ古くていいんですよ古くてもその古い情報すら 多くの人は使いいいいこなしていなないしし、知りもしてもんですよ。古い情報すら5年前10年前20年前の情報ですら知らずに今日を生きてるんですよ。これでは未来構築なんて絶対できないと思います。以上です。